さあ今回の沖縄観光チャンネルは 9月の沖縄観光ニュースです。この9月の沖縄観光ニュースと何かと言いますと、毎月ですね、その月に特化した観光情報をお伝えしてるんですね。今回は9月版ということで、これから沖縄旅行に行く方、またはね、えー、沖縄出張行くよという方はぜひこの動画を参考にしてください。ラインナップはこちらです。まずは天気、気温、そしておすすめの服装、旬の食材、アクティビティ、おすすめ観光をお伝えしていきます。いつもですね、この4番目にイベント情報を入れてたんですけれども、ちょっとね、 コロナの影響でイベントが軒並み中止とか延期になってるんですよ。もう全部もうほとんど中止、ほとんど延期でなかなかちょっと今の時期イベントはちょっと厳しいなぁと思ってですね。今回まアクティブ アクティビティィビに変更しましまた9月だからこそ今の時期だからこそこのアクティビティめっちゃいいよっていうのがありますので是非ね、えー、ちょっと紹介していきたいと思いますこれで、ね、多分ねやってみたくなると思いますあこんなアクティビティやるんだとかうわ沖縄ならではだわーって思うと思いますので是非皆さん参考にしてくださいじゃあまず天気気温からいきましょうはい最高気温は、30. 3 0 3 °最低気温は2 5 7度° 平均は二十七点七度になっています。だいぶですね。八月に比べて気温が落ち着いてきますね。穏やかになってきますね。もう、あの最高気温ね。八月とかは三十三度とか超えてますし。全体的に八月に比べるとマイナス三度ぐらいになっています。えー、っと、暑いんだけれども、夕方、ちょっと涼しいなとか、あと、日の入りが早くなったりとか、八月時点ですでにね。日の入りが七時前になってますので、結構ね。これを見ると、あ、季節が。 移り変わって言ってるんだなーっていうのを日々あのロケとかしていて感じますね。だけどやっぱ最高気温三十度超えますので、じゃあこんな時どんな服装していったらいいのかなって悩むと思います。続いて紹介しましょう。いやささ。はいおすすめの服装です。まずね。 薄手のシャツ、必須ですね。日差しはね、まだ結構ね、散々と降り注いでて強いので、薄手のシャツがあるとすごくいいと思います。た、ま、だね、ちょっと厚手すぎると暑いんですよ。観光ってね、車の移動だけじゃなくて、歩く方もいらっしゃるじゃないですか。そうなると、もう汗だくになりますので、薄手のシャツ、これ一番いいんじゃないかなと思います。あと、黒はやっぱ暑いので、白とか、ちょっとあのー、日差しを吸収しにくいシャツの方がいいんじゃないかなと思いますね。そして、 紫外線と冷房対策大事です。大型の商業施設とかに行きますと、冷房結構効いてるんですよ。外が暑いから、冷房ガンガンに効いてるので、いきなりね、暑かったのが、うわ、寒ってなる時もあったりするんですね。その時に、ちょっと薄手の羽織り物があったりとか、まさに薄手のシャツがあったりとかすると、すごくいいので、長袖1枚は持っておきましょう。これ、大事ですよ。半袖だけじゃなくて、長袖。しかもね、上から羽織れるものがいいと思います。薄手のパーカーとか、ユニクロとかに行くと、 たくさんありますのでそういったものがいいんじゃないかなって思いますそして帽子サングラス椅子ですね特に運転される方サングラスあった方がいいですよ西日めっちゃ強いですのでサングラス持っておきましょう私もサングラスがないともう眩しくて眩しくてあるとすごく便利です運転をとてもしやすいですで最後に折りたたみ傘と書きました結構沖縄ね肩傾いて,いてスコールがとても多いんですよね急に雨降ったりするんですよさっきも、ね、晴れてたのになんか急に雲が厚くなってきたぞみたいな そんなことも結構あるので持っておくと非常に便利じゃないかなって思います普通の傘はちょっとやっぱねかばっとるじゃないですかで、忘れたりもしますし折りたたみ傘だとあのカバンの中にスポットね入れることができるのでこちらはおすすめですいいさあ続いて食材行きましょう9月の週の食材一体何があるのかまず一つ目は ガバですね。沖縄の言葉ではバンシルと言います。えっ、ー、とね、ガバジュースとか結構多いですね。手軽に楽しみたいっていう場合は、えっとバヤリースのガバジュース美味しいですよ。オレンジの絵柄が非常に有名なんですけど、そのね、 ガババージョンがあるんででですすよこれ結構美味しかったですで最近沖縄料理屋さんとか行くとパイナップルジュースとかマンゴージュースとかその中のラインナップにガバジュースってあるのでガバジュース飲んでみてくださいね沖縄の言葉ではバンシルと言いますそしてウリズン豆四角豆と言うんですけど沖縄ではウリズン豆と言いますそして シシークー,ー,、はい、シーククワワササははい実でですすねね月なんです、ね、でちなみに「ークワーサー」解説しましょう「シーというのは酸っぱい「クワーサー」というのは食わせるという意味なんですねそれで「ークワーサー」っていうんですけどこの「ークワーサー」面白いのが季節によって。 で出るシークワーサーによってシークワーサーの楽しみ方が違うんですよ例えばシークワーサーだけだと酸っぱいので例えば魚にちょっとねあのかけて食べるとかねそういったのがありますし時期によって使い方が異なるっていうのがシークワーサーの非常に面白いところでもありますのでこのシークワーサーもねちょっとチェックしてみてくださいいやそうそうさあではアクティビティいきましょうえっ、ー、と9月のおすすめのアクティビティはジップ。 ブラインですえっ、ー、と、女村にあります、シェラトン沖縄サンマリーナリゾートというね、リゾートホテルがありまして、その中にですね、パンザ沖縄というね、ものがあるんですけども、そこで、メガチップと呼ばれるジップラインと、ゴーフォールと呼ばれている13メートル上から落下するっていうアクティビティがあるんですよ。これめっちゃ面白いです。あのー、特にジップラインに関しては、ピュ ってこう渡っていくときに沖縄のあの美しい青い海を見られるので、もうこれ最高です。9月とか10月とかなるとちょっと日差しもまあ8月に比べて落ち着いてくる。だからその時にジップラインするのが非常に楽しいです。もう沖縄の海をダイレクトに楽しめるんじゃないでしょうか。そしてあとはねゴーボール。これ13メートル上から落下するんですけど、これめっちゃ怖いです。私もう高所恐怖症なんですよ。 じゃあなんでやってるんだよって感じですけど、まあ、何でも挑戦ですからねやりたいなと思ってやったんですねでこのゴーフォールがもうなかなか飛べなくて13メートルって結構高いんですよでこれがスルっていける方といけないっていう方がいるみたいでこの動画もねありますので気になる方はチェックしてみてください概要欄にも載せておきますいやーそうそうはいおすすめ観光行きましょうおすすめ観光はですね読谷村にありますザキミグスク跡をめくるおすすめですねえっ、ー、とちょっと緊急事態宣言ねえっ、ー、と 沖縄長引いていてですね9月12日までは沖縄の基本的には観光施設とか県が運営しているところはお休みなんですねで行ける観光スポットというのもやっぱ限られていますで沖縄ってファミリー向けの観光スポットがめっちゃ多いんですよでそれはそれでいいことなんですけど大人が楽しめるような観光スポットって実はそんなに多くなくてですねだけどザキミクスクに関しては世界遺産ですよ世界遺産を緊急事態宣言下でも楽しめるんです これめっちゃいいですよね。グスクの石積みがね、もう本当に美しくて、えっ、ー、と、これはですね、琉球王朝時代の武将、五三丸が建築した、築城したグスクと言われています。沖縄の様々なグスクの中でも一番と言っていいほど綺麗なグスクなんですね。で、すごく自然豊かだし、晴れてる日、最高です。ここは本当に私の一押しのグスクです。で駐車場もありますので、で、近くにね、鶴亀堂という美味しいぜんざい屋さんもありますので、グスクに行った後にぜんざい食べるのが もいいんじゃないかなって思います今回の沖縄観光チャンネルは9月の沖縄観光ニュースをお届けしましたでは最後にお知らせですアンドトラベル沖縄2022が今発売中です今回沖縄推しカフェというコーナーで私アーゴンあずさとアンドトラベル沖縄2022がコラボをしております雑誌と動画がね連携しておりますのでこれから沖縄行くよっていう方とか気になる方はぜひこの雑誌チェックしてみてくださいそれでは今回の動画は以上になります ぜひグッドボタン、チャンネル登録、ン登録通知音、うたされるグッドゥーウニゲーサビラそれではまた次の動画でお会いしましょうご視聴一平二平でイビタンまたやだーい